はい、皆さんこんにちは、では続いてですね、もう一つのボーナスシナリオ、こっちもやっていきましょう。さよならアイドル、あ、エイダの方ね。結構なんかアイドル系のキャラいっぱいいますからね。シェリルとランカとかも。なるほど。完成制御システムってあれか、運動性が上がるやつか。同じことの繰り返しじゃねえかよ。え、これコンサート会場、超でかいコンサートじゃん。ああ、またこいつらかよ。絶対死者出るでしょう、あの爆発は。
5分。やってやろうじゃん。またこれはばらける必要がありそうですね。とりあえずこいつを倒すと。4ヶ月あとこの潜水艦意外に海までしか行けないですけど射程が長いんですよね。右上がちょっと厄介そうだな。とりあえず進みながら、いや、少なくともこいつらの機体にダンクーガンが全然強いから。左、一番左は潜水艦に任せるか。じゃあこいつ攻撃しよう。あ、近づいてきてくれるのは助かりますね。こういうターン制限があるやつでも完全に動かないやつとかいますからね。 あっち行っちゃったよ。巡航ミサイル、これ味方だったあ、ヒットアンドウェイを持ってんだこいつ。戦艦ヒットアンドウェイは必要ですよね。移動後の攻撃が全然ないですから基本的に。これだけだったら5ターンはなんか余裕だな。もうそろそろ肩がつきそうな気がしますね。1体でしょ。まだ3ターン目だし。じゃあグッバイ。いや5分どころか3分ですけど。ああ、完全に終わっちゃいましたね。え、ってかこの後ライブやったの？ずっとこれ流れてんのかよ。完成制御システムちょっと見てみましょう。
あ、運動性20っすね。結構増えてきたな。あとでちょっと整理つけますか。というところで、じゃあまたボーナスステージは、これで終了して、また次回から、本編の方をやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。